はい、お疲れ。あれ？なんか声小さくない？はい、お疲れっす。その時が来るまでさんいらっしゃい。お疲れっす。はい、お疲れ。太平さんいらっしゃい。わざつ、お疲れ。初見さんいらっしゃい。どっから来たの？ピンクさんいらっしゃい。まだ始まったばっかりなのに。どっから来たのかな？サムネ見てクリックした。じゃあ偶然見に来てくれたんだ 今枠開いたところで初見さんが来るタイミングだから、どうぞごゆっくり楽しんでいってください。メアリーさんいらっしゃい。お疲れい。うん、サンキューちゃん、アイテムありがとう。太郎丸さんいらっしゃい。太ももパンパンだよ。メガホンありがとう。
ケンタメンはあ、ピンクちゃんもありがとうね。アイテムありがとう。お疲れ様、大五郎さんいらっしゃい。いよいよ明日か。何、明日なんかあるっけ。楽しんでってください。アイテムありがとう。バツーさんも久しぶり。匿名さんありがとう。アイテムありがとう。なんか髪の毛ピョーンってなってるな。なんだこれ、なんだこれここピョーンってなってんだけど、なんやこれ、なんだこれ、なんだこれ、なんだ、ピョンってなるか、ピョン、 なんだこれ。あー、チームどれね、うん、明日あれだよ、東洋太平洋のチャンプ来るよ。2階級制覇、しかも指導係で教えてくれるって、ボクシングすごいよね。ガチ勢だよ、ガチ勢。本物来るよ、本物。なんか豪華だよね。前回の練習の1週間後だから、すごいよ。東洋太平洋のジャンプって相当だよ。オーストラリア、韓国、インドネシア、中国、日本、ねえ、台湾とかも入るのかな。ピョンが気になるな。とんでもない実力者でしょ。何国かの覇者だかんね。世界の手前だかんね。国内チャンピオンより強いんだよ。ありえなくない？すごいよ。
足に豆ができちゃった。ドレさんがロッキー、ああでもシルベスタスターロンっぽいよね、ちょっとね顔がね、なんかわかる。俺ドレさん最初に見た時シルベスタスターロン、和製シルベスタスターロンだと思ってたもん。すげえわかるわ。よっちさん、風船ガムありがとう。アイテムありがとう。旅配信？旅配信って何？誰かと間違えてない？よくわかんない。旅配信ってなんだろう。旅配信やってないよ俺。誰と間違えてるの？多分誰かと間違えてるよ、よっちさん。今旅配信の予告してないよ。これからまあやるときは応援してください。今のところ予定はスケジュールは組んでないけど、はいよ。こんばんは。足の豆が痛いな。潰すかこれ。なんで豆できるんだろう。いかほ楽しかった？でも旅館って高いよな。ラブホテルとかがさ1万円前後でカップルでさ楽しめるのにさ、旅館ってなんであんな高いんだろう。 3,4 万するじゃん。高すぎるようなイメージがあるんだよな。だって海外とかもね安く行ける時代なのに。ちょっとよくわかんないよな。ポカリは飲んでない。水道水飲んでる。お茶飲んでる。ポカリ飲んでないね。ポカリ買ってない。
この角度いい。新しくね、部屋の角度変えたんだよね。前の正面から映すカメラもあるよ。はいどうも、子猫さんいらっしゃい。ロサンゼルスに行くのと北海道の料金一緒なんだ。もうだから世界の距離が近くなってるんだろうな。昔海外旅行30万とか40万とかかかったもんね。格安航空とかできて安くなってんだろうな。時代かな。国内のインフラの料金がクソ高い。インフラの料金って何？電気代とか？高いの？世界的に比べて。水道とか電気とか。どうなんだろうな。なんか普通に働いてる低所得者層の賃金っていくらぐらいが適正だと思う？みんなは。28万ぐらい手取りで取って俺2万円ぐらいトータル納税してるぐらいがちょうどいいんじゃないかなとか思うんだけど、多すぎるかな。低所得者層だよ。手取り28万ぐらいもらえるように。多いか。どうなんだろう。交通のインフラがクソ高いんだ。海外でなんか、わかんないな、海外の基準が。タクシーがいくらとか。まあ、ガソリン代がまず高いもんな。ねえ、28万ぐらいあったら奥さんが少しアルバイトしたらお小遣いにもなるし、まあ、28万あれば家族3人ぐらいは暮らせるよなとか思うよね。うわ、チョコありがとう、メアリーさん、いつもありがとう。多分28ぐらいって適正じゃない？最低末端価格、末端の労働者の価格よ。なんか15万円とか16万円とかの手取りで8時間の労働をさせたら俺ダメだと思うんだよね。はい、こんばんは。エルビンいらっしゃい。なんかそんな気がしない？アイテムありがとう。
まあ子供減らすようにしたいわけだから国は。いやだってさ、日本で生活する上でさ、結構その16万とかで働いてる人とか、まあ結構いるわけじゃん。200万円300万円の世代って結構多いわけでしょ。年収の割合見てみる。年収割合で結構奴隷だと思うんだけどね。子供なんか絶対育てらんないでしょ。100万以下の人が100万以下の人が男女合わせて 10%、 あ、意味は 8%。 これ俺の顔消した方がいいな。で、300万円から、まあ、300万円台だけでこんなにいるんだぜ。ここでもう 30% だよ。100万円から200万円が、いや200万円未満がもう 20% いて、要は3人に1人は200万円以下ってことでしょ、これ。で、ここで何パーになる ?50% 超える？すごいよね。超格差。なんかすごいデータだよな。2500万円以上稼いでる人は1000人25人か。あー、なるほど。400万円、なんかバランスすごいよな。円グラフで見たいな。年収300万以下は約 40%。あ、これどう、年収300万っていくらだ。年収300万、300万割る12ヶ月は25万以下がやばくない。年収25万、月収25万以下が 40% だよ。おかしいよね。と俺は思うんだけど。どうなんだろう。なるほどな。どうなんだろうね。贅沢しなかったら2人で暮らせる？あ、まあまあ20万円の収入があって男女が働いてたらそりゃ暮らせるじゃん。でもさ、これさ、俺すごい騙されてると思ってて、ちょっと俺の考え聞いてくれる？俺の考え、はい、いらっしゃい、解放。昔のさ、日本はさ、こうだったわけじゃん。一人の男性がね、まあ、月40万稼ぐとする。OK で、
奥さんと奥さんと、どうしようかな、まあ子供を面倒見ると、まあ子供2人ぐらい余裕でいけるわけですよ。こんな感じなの分かる？これで OK？ こうすると男と女が人口2人を生み出すわけだから、人口のバランスがずっとキープできるっていうの分かるでしょ？ OK？ これが昔の家族の形態だよね。うん、ここまではまあいいとしよう。これ昔の家族形態でもね、景気が悪くなりましたって国が言った時に、男の人を働かせてね、で女の人も働かせて、ね、2人で20万ずつ、これで40万にしたわけじゃん。つまり働く人を倍にして、国の負担というか、そのなんつうの、これが国策だったと思うの。これってさ、子供育てられないじゃん。だからこうなってるんじゃないの。こっちの方が良くない？でしょ？だから簡単に言うと、昔の方がさ、同じ仕事して倍の給料をもらってたってことなんじゃないのって俺は考えるんだけど。でこっちの方がいい社会な気がするんだよ。どう思う？っていう話。だって女の人が経済的に自立、これさ40万って書いてるけど、正確には20万20万で40万なんだから、女の人がさ、男の人に頼らなくても一人で生きていけるようになったし、結婚するメリットがなくなったんだよ。え、どうしていい社会だと思うの？こっちの方が絶対社会良くなると思うんだけど。え、なんでいい社会だと思うの？うわ、どうして？こっちがいいってことでしょ？昔のこの方がいいってことでしょ？だから俺、日本ってこれくらいダメになってるっていうか、倍ダメになってると思ってるので、これどんどん人口が減っていくんだぜ。うん、だって女の人って1年間出産の期間とかって働けなかったりとかさ、子供を育ててる時に働くのが不可能だっていうのはさ、女の人だったら分かってるはずじゃん。で子供を産んだらこれなくなって、20万で3人生活させるとかいう期間が発生するんだよ。そういうことでしょ？だって女の人妊娠したら1年間働けませんね。どうすんの？ベーシックインカムは、だからいつも言ってるけどダメだよ。ベーシックインカムにしたら幸せになれると思ってる人は嘘だよ。あれ説明してあげようか。なんでベーシックインカムがいいと思ってるか教えてよ。いや、狂ってるよね、チャムね。本当に。ベーシックインカムにしてほしい。なんでダメなのかっていうと、ベーシックインカムいくらの案で説明すればいい？ベーシックインカムいくらの案で説明すればいい？なんでダメになるのか。ベーシックインカムは多分低所得者を殺す案なんだよっていう。
どういう社会が来るか教えてあげるよ。なんでベーシックインカムがいいと思ったのか。ベーシックインカム、優れてるやつが底辺と一緒になるってこと？違う、ベーシックインカムっていうのは社会保障をなくして、まあいくらで説明すればいいかな、10万にしようか。10万円国民全員に配って年金も生活保護も全部なくしますよっていう、要は国がやってるあのサービスっていうのを全部撤廃して、国が10万円とか、まあ金額はそれぞれそのベーシックインカムによっての政策によって変わるんだけど、まあ仮に10万円だとしようか。これみんなもらえ、ただで無料でもらえるからラッキーだと思ってベーシックインカムにしてほしいって言ってるけど、これさ、生活保護の人って単身今13万5千円ぐらいもらってんのよね、金額で。プラス医療費があるわけでしょ。医療、これなくすってことだよ。なんでこれもらってこの人たちどうすんの。で、金持ちにも10万円配るってことなので、みんなが経営者だったらって考えてもらったらいいんだけど、まあまあドナルド・トランプさん、その問題じゃ生活費に、まあ底辺はそのまま生活費に回るよね。あのね、そう、底辺の人にだけ配ってる13万5千円って貯蓄しないから、簡単に言うと社会を回すお金になるから、これ 100% 使われるお金なんですよ。ほぼもう13万5千円で貯金なんかできようがないから。だけど金持ちに10万渡すのをみんなの税金から支払うってどう思う。で、社会のインフラを回してる、要はあのさ、その時が来るまでさ、今の生活のやつで10万円プラスになったとしても物価が上昇するの分かる？こうやってどんどん生活水準下がるよ、低所得の人は。だからあのお金持ちで自由にやろう、能力のない人は死んだ方がいいっていう考え方をしてる人がベーシックインカムをおすすめしてるじゃん。ひろゆきとかホリエモンとか橋下徹とか。だから簡単に言うと社会保障をなくして、あの弱者とか年寄りを切り捨てるっていう政策なんだよ。知ってた？まあそれでも俺はそれがいいって言うんだったら、まあ、いいと思うんだけど、俺は反対派。どう考えても納得できないね。いや、どう考えてもそうでしょ。だから生活保護とか受けてたりとか障害者年金もらってる人はそれ全部なくなりますよって話だから、あんまり良くないと思うよ。だからなんかどうなんだろう、ベーシックインカム賛成なやつは本当許せない。余裕ある人なザラごと。いや、なんかベーシックインカムもらいたいって言ってるの、さっきのワーキングプア層だと思ってて、要は所得が低い200万の人とかが俺生活保護羨ましい、俺も欲しいって言ってるようにしか見えなくて、なんか弱者が弱者をなんか叩きまくってるようにしか見えないから、結構やばい国になってきたなと思ってるよ。結構やばい国で、底辺はお金がそのまま生活費に回る。まあまあさっき説明したところかな。所得が低い人っていうのは、で今度これが行われると何が出てくるかっていうと、お金の格差も問題なんだけど、実はさ、大学に行かせるため大卒と中卒とか高卒とかに収入の差が出るの分かるでしょ。大学に行かせるためにお金がかかるから、簡単に言うと低所得者の子供っていうのは大学行けなくなるんですよ。
だから教育がダメになるから、どん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 か、あの階級ができてくるの分かる？大学行ける階級と、いやもうそれはもう現時点であるんだけど、大学行けない階級と大学行ける階級でスラム化するよ、このまま行ったら。もうスラム化始まってるんだけど、それはまあ今もそうで、あのそれは指摘があるんだけど、なんだろう、お金あるところから税金取って足りないところに回すのが俺は政治だと思ってるんだけど、そう、貧乏人の子供が貧乏になるのは遺産じゃないのよ。知識格差が、収入格差が知識格差を生んでいくの。雑魚と一緒の所得になるってどういうことだろう。松井さんが言ってる意味が分かんないな。雑魚っていうのは何を指すんだろう。雑魚と一緒の所得になるなら脱税 OK。 どういうことだ。ちょっとよく分かんないな。ベーシックインカムの財源って社会保障に切る以外考えられるっていうことはあるのかな。まあそれを今説明しようと思ってたんだけど、これ財務省のデータなのね。ほら2000、まあこれ何年前のデータだ、平成27年7月財務省で、社会保障費っていうのが 31.5 兆、 32% 交付金、公共事業、防衛、まああと国債費、債務とかな、まあまあどっから引っ張ってくるのかって話じゃん。税収はもう足りないわけですよ。社会保障を切るしかなくない？社会っていうか、ベーシックインカムそのものが社会保障だから、この社会保障の内訳っていうのは、年金であったりなんとかだったりだから、この社会保障を一元化する政策のことをベーシックインカムっていうのを簡単に言うと、今だからちょうどその話だよね。歳出って国債を発行するのにお金ってかかるの？これどういうこと？国債費って何？歳出に国債ってなんだ？
あ、お金を返してるってこと？か。あ、自転車操業ってこと？国債費ってこれ国債返還してる金額ってことかな？こんだけ借りてこんだけ返してるって意味か。頭いい人どっかにいないかな。社会保障の支出は日本11位、社会保障以外の支出は低い、うん、これちゃんと知りたいな。てかさ、年金に税金いくら投入してるのかをちゃんと出してもらいたいんだけど、これじゃあ国民わかんないよ。このさ、社会保障費の内訳知りたくない？社会保障の内訳知りたいな。社会保障内訳あるか。財務省社会保障あった。社会保障、年金に1億10億100億1000億11兆使ってんじゃん。これどうよ。どう思う？社会保障に11兆円使ってるじゃん。これどういうことかわかる？これさ、ダウン、これさ、やばくないか？これツイートしよう、後で。これどういうことかっていうとさ、生活保護と年金比べられるけどさ、今説明しようか。年金の生活保護にかかってるお金って歳出だから、これ税金の使い道ね。生活保護、福祉その他になるのかな？ちょっと待ってね。生活保護、福祉その他、生活交付金、これだと思うんだよね。どこだ？生活保護ってどこだ？まあ、国民健康保険はまあいいとして、医療補助、児童手当、まあいいよね。これだよね、多分。生活保護って、生活保護どこにある？
生活保護の金額みたいな。てか生活保護って分かりやすく書いてほしいよね。合ってるよね。合ってる？ここ生活保護で。でそのうちの医療負担がこれだから 1億10億100億14、1.4 兆使ってるわけか。合ってるよね。間違ってたら指摘して。俺もバカだから 1.4 兆円か。 1.4 兆円、生活保護には 1.4 兆円使ってんのね。オッケー、ここまで。で年金には11兆円使ってんの。でこれ勘違いしないでもらいたいのがね、いや年金はいいんだよっていう人いるじゃん。働いてた人が払ってるんだからって。わかる？これでも騙されたらダメで、これって足りない部分だよ。今まで払ってた人の部分じゃなくて、これ ここなんだよ。これどう思う？大丈夫？これ納得できんの？生活保護の人叩いてるけど、年金に11兆使ってる方が問題じゃないの？え、どうなのこれ。年金に11兆使ってんでしょ。え、だってこれ、そうだよね。合ってるよね、俺が言ってること。自転車操業っていうかさ、まあ普通のみんな考えてる一般的な感覚だとさ、40年勤務するじゃん。勤務で、で年金を積み立てると思い込んでるじゃん。それが足りてない部分が11兆使われてるってことよ。だったらこんなもんやめて、こっち側に統合した方が良くない？これ間違ってるんだよ。現在。違うんだよ。え、なんか怒りが湧いてこないのかな、本当に。なんか俺このままでいいのって本当思うけどな。やばくない？いや、なんか結構ゾッとするんだけど俺。これどこのデータ？恐ろしいよね。でこれをマスコミが言わなかったりするのってさ、やばくない？借金ではないんだよね、国債発行は。国民からすると借金ではない、政府の借金だから。っていうかもう政府が破綻してると思ってるんだけど。生活保護費ってどの辺だ？生活保護の財源、29年度の生活保護の財源で、あの支出で調べるか。29年度、生活保護、生活保護費。分かりづれえな、ほんと官僚が作る資料は。
ていうか、なんか庶民が暴動を起こさないっていうのもうやばいでしょ、もうこれ。生活保護、生活29年、生活保護、なんて検索すればいいんだろう。支出？なんだ？金額。金額じゃなくて何て言うんだろう。生活保護2009年度にどれくらい使われたんだろう。1.4兆円で合ってんのかな。だからもうマスコミもクソだしさ、政府もクソだよね。生活保護のなんて言えばいいんだろう。はい、こんばんは、白影さん。生活保護なんて検索したら出てくるかな。誰かわかる人いる？生活保護金額じゃね、一人頭の金額で出てきちゃうから、生活29年生活保護、なんだろう、なんて検索すればいいのかな。超で検索してみる。厚生労働省を見てみるか。生活保護費の現状について、生活保護費爆上がりしてるね。人数はいいんだよ、保護費を知りたいんだよ。対数高齢者、母子家庭、傷病者、障害者、その他の世代、これが現状だからね。金額知りてえな。生活保護、ここだ。生活保護費は 3.8 兆円、これだ、見つけた。で約半分は医療だから、生活、さっきの金額やっぱ数字で書いてねえな。住宅扶助この辺だ。38、あ、やっぱり合ってるわ、合ってると思う。生活扶助住宅合ってるな、多分合ってるよ。 1.4 兆円だよ。やばくないこれ、やばくない、これ結構やばいよね。大丈夫なのかな。でこの人たちがどんどん削られていってんだよ。みんなどう思う？どう思う、マジでやば。こういうことです。合ってるよね。俺間違ったこと言ってないよね。これで合ってるよね。現在合ってる？みんな結論。
合ってる？こういうことだよね。こういうことでしょ。合ってるよね。俺がバカなのかな。大丈夫かこれ。国っていうのは、いやだから国が破綻したらどうもならないよ別に。アメリカになるんじゃないの。アメリカの州に変わるんじゃないの。別に俺らが死ぬわけじゃないから。っていうか破綻したらどうなるのっつうか、俺は今現在破綻してると思ってるんだけど、これを見て。これダウンロードしといた方がいいよね。これやばくないか。これのさ意味わかってる？大丈夫？分かってるみんな。分かっててふーんって感じなの。俺なんか頭にくるぐらいなんだけど。なんか生活保護生活保護って叩いてるけど、実際は国家予算、まあさっきのデータ、ちょこれブックマークしとくわ。ブックマークする。これどこのデータ？ちゃんと財務省のデータ？これは厚生労働省かな。これは厚生労働省のデータかな。厚生労働省だね。いやお年寄りが全員金持ってると、全員持ってるとは思ってないよ。ただ日本の金持ちの層っていうのは 69% が年寄りだよ。だから実際そのお金を持ってる層なのは、年寄りなのは合ってるよ。でこっちのデータ、人口が減りました。まあさっき話したんだけど人口が減りました。で政治のゲームっていうのは多数決の原理だから、お年寄りが今人口が多いでしょ。だからお金持ってるお年寄りにお金をばらまいている。なんでなのか、政治家がなんでその人たちにすり寄って若者に優遇しないのか、子供を産んでる男に保証を入れないのかっていうと、票を持ってるのがお年寄りだから。だから俺が言ってるのはこの11兆円なくしてお金持ってる人に配るのやめてこっち側に統合したらいいじゃんって。だってこれとこれ合わせたら15兆円あるわけでしょ。こっちにスライドさせればっつってるの、あやさん。だってこっち側にスライドしたら減るじゃん。言ってる意味わかる？こっちが財務省のデータで年金にこんだけ払ってんだよ。 11.6 兆払ってるわけだから、デリート消えないな。なんだろう。11.6兆。社会保障費の計算で言うと、社会保障トータルで言うとこの2つだけで13兆円かかってるわけよ。
ガムありがとう。そっちの方がいいんじゃないの。俺多分これ統合したら5兆円か6兆円ぐらいで済むような気がするんだけど。ブックマーク入れとこ。だったらさ、こんな年金なんかにさ、こんだけ金使ってるぐらいだったらさ、子供のための教育とか給付とかさ、なんか母子手当とかに回した方がいいんじゃないのと思うけど、どうなんだろう。まあ、公共事業とか防衛とかまあいいと思うけど、この辺別に問題ないと思うけど、俺は年金が負担多すぎない？これどうなの。うん、医療費も結構かかってるけど、これはまあしょうがないよな。医療費はまあいいでしょ。日本の医療は進んでるって言われてるし。これは怒りがこみ上げてくるけどね、これ。若者は投票率が低いんじゃなくて絶対に勝てないのよ。じゃあ今度人口バランスのデータ見ろうか。日本人口、今度日本の人口の内訳見てみようか。総務省ね。こっちじゃないな。日本の統計、総務省。線画もありがとう。これか。あ、これじゃないか。土木利用状況、人口分布。経済、ちょっと待ってね。人口、年齢でいこうか。これか。円グラフで出してもらいたいな。円グラフないのかな。円グラフ、円グラフはないんだ。円グラフで見たいな。
くないかな。これか。これグラフ作んないとダメだな。多分なんだけど、20代から50代ぐらいでどうなんだろう。確かに人口ほとんど逆ピラミッド型と言っていいけど、得票率も低い。まあ若い人は低いのは低いんだよね。俺も実際一回も行ったことないかんな。なんとかならないのかね、これね。どうなんだろう。なんともならねえのかな。どうにかできるような気はするけどな。でもさ、この年金にお金使われてるっていう実際のこの実情って知ってるのかな、みんな。これってみんな分かってんのかね。これってさ、俺知らない人多いと思わない？これみんな知ってた？これみんな知ってるの？生活保護と年金のこれ。どうなの？知ってるの？お金も、初見さんいらっしゃい。知ってた？知らないよね。これまずいよな。知らないよね。でもさ、今間違ってないよね。さっきさ、一緒に見たやつで合ってるよね、これ。間違ってる？俺がデータの見方間違ってる可能性があるから。これが生活保護制度なんだけど、金額が載ってたので、ここに載ってる29年度で計算するんだけど、29年度、要は 3.8 兆って書いてあるのね。まあこれいいじゃん。でここに書いてあるんだけど、実質額の約半分は医療扶助って書いてあるから、この 3.8 兆のうち半分、1.6 兆円は、1.6 兆円は医療費。ただ医療費ちょっと少ないんだよ、生活扶助とかここ見てみると。で今度こっち側見てみると、別のデータ、こっちは総務省かなの社会保障の資料を見ると、ここに福祉その他の生活扶助費その他負担って 1.4 兆円って書いてあるのね。だからまあ計算が合うじゃん。多分これが合ってるんだよ、総務省のデータ、内訳がしっかり載ってんの。つまりこれのことでしょ。 OK？ 間違ってたら教えてね。俺もバカだからさ、中卒だから。で 1.4 兆円かかってると仮定しよう。で年金はじゃあいくらかかってるのかっていうと、年金ここ 11.6 兆円って書いてあるでしょ、見える？年金、つまり社会保障を32兆円ぐらいのうちの13兆円、いやこれこっちの方がまずくないって言ってんの俺は。どう思う？みんな、なんで生活保護者を叩いて年金に税金使っ、要はね、こんだけ使ってんのに叩かれないの、年金受給者は。ていうかこの年金っていう仕組みおかしくない？やめたらこんなの。だってさ、お金持ってる人にお金配ってどうすんのよ。で年金の仕組みってみんな知ってると思うんだけど、
高所得者ほど高い年金支払われるっていうのを知ってる？貧乏人は7万円とかしかもらえないのよ、おばあちゃん。7万5千円ぐらいかな。だからそう、持ってないっていうのはあやさん憶測で言ってるでしょ。俺データで言ってるんだよ。日本の人口の、だから足りない人は、俺が言ってるのは移行すればいいじゃんって。生活保護と年金を統合して、お金を持ってる人にお金をばらまく意味があるのって聞いてんの、あやさん。わかる？俺ちゃんとデータで話してるよ。だからそのお金を持ってないっていう人はごく一部でしょ。生活保護受けりゃいいじゃんって言ってるじゃん。なんでそこで突っかかってくんのよ。だからあやちゃん意味分かってないでしょ。そう、年寄りで昔高所得だった人が30万とかの年金もらってるの意味あるのっつってんの。俺チャムと同じ意見。あやちゃんが意味が分かってないのよ、俺の言いたいことを。だから払ってる人からもらってるって当然でしょって、そこじゃないの。あやちゃん途中から来たでしょ。あやちゃんって年金が積み、ここ見て足りない部分が11兆円払われてんだよ。あやちゃんがだから前提の条件を間違ってんのよ。違う。あやちゃんね、これ税金のうちの 1.4 兆円払われてるので、積み立てた金額をもらってるんじゃなくて、積み立てて足りない部分がこれだけ払われてるってことだよ。年金 11.6 兆。だからあやちゃんが年金のことを分かってないの。生活保護の10倍だよ。失礼ではってどういうこと？何が失礼なの？多分ね、あやちゃんが年金の仕組みを誤解してるの。まあ限界だよね、民主主義のね。それの何がいけないのか。年金ってさ、みんなさ、じゃあ次の資料出すか、ね、年金の基礎的な話するよ。じゃあまあみんなわかると思うんだけど、ちょっと待ってね。年金が一人の人が、まあじゃあ二十歳からあやちゃん、じゃあ俺あやちゃんと喧嘩するつもりないから事実で話しよう。じゃあ20歳から60歳まで働いてた計算でいい？あやちゃん20歳から60歳まで働いてると OK？ あやちゃん、そう、多分あやちゃん積み立てだと思ってるんだよ。これでいい？あやちゃん前提条件 OK？OK？ でこの部分をじゃあいくら積み立てるっていうふうに仮定する？いくらって考える？まあ会社が半分、個人が半分で2万円だとしよう。2万かける12ヶ月かける40年厚生年金でいいんじゃない？OK。 じゃあそれは分かってるのね。じゃあそれは分かってるんだとしたら、この数字に納得いくの？この数字に。
要はこれって年金の部分で足りない部分を使ってるんだよ。つまり 11.6 兆円赤字の状態なんだよ。仕組みとして破綻してる状態、要は10倍近く、10倍とまでいかないか、8倍ぐらい、生活保護費よりも8倍ぐらい負担かけてんだよ。いや、働いた恩恵じゃないよ。多くもらってるんだから、今現在もらってる人たちは。要は簡単に言うと、この11兆円っていうのは何なのかっていうと、税収の中に含まれてないお金から出してるんだよ。言ってる意味わかる？ちょっともう一回説明しようか。いくよ。現在働い、現在働いてる人たち、これが20歳から、現役で働いてる人たち、ここから徴収できてる以外のお金だよ。言ってる意味わかる？いや、どうでもいいんならいいんだけど、別にあやちゃんがじゃあこの枠に来る意味がわからないかな。だったらあなたはこの枠に来るべきじゃないと思うよ。が11兆円ね。まあいいんじゃない？俺は普通に全然納得いかないと思うけどな。そう、病気で働けない人とかにお金を配った方が俺はいいと思うんだけど。だから年金以外の消費税とかで取られたお金の9分の1は年金に使うっていうのが賛成ってことでしょ、あやちゃんは。いいんじゃない？いや、このレベルの人で同じ1票だからね。すごいよね。やばいよな。まあ国が滅ぶわ。医療費は入ってないこの中に。風船がもありがとう。すげえな。
これはこことここを統合して、30万とか、要はお金を持ってる30万とかもらってる人たちには払わないで、負担を減らして他の、なんだろう、雇用とかに当てた方がいいと思ってるね。うん、その方が働く人が増えると思ってる。で、働く人が増えると生活保護費が減るから、結果的に国が良くなると思ってる。要はこんなところにお金使っても、働けない人にお金、働かない人にお金配ってるのと一緒じゃん。何？共済年金？年金全部ここに含まれてるよ。厚生年金、これじゃ見づらいか。厚生年金がこれ、国民年金がこれ、福祉年金？福祉年金わかんない。その他、ここに入ってんのかな、いや、ベーシックインカムって、生活保護ってベーシックインカムだと思ってるんだけど俺。この年金と生活保護なくして国民全員13兆円に、13兆円を13億人に配るの ?1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、1億、10億、100億、これ割る ?1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、1億は1人1万円配れるけど、やる？年金と生活費をなくして年金と生活保護なくして一人に1万円配る？タカさん、ベーシックインカムやる？以上、財源確保できたけど、やる？タカさん生活保護をなくして、年金をなくして、俺が1万円配ろうか？死ぬよ。お年寄りと生活保護者で死ぬよ。え、1億3000万人じゃなかったっけ、日本の人口って。違う？1億3000万人じゃなかった、日本の人口って。不正受給の件数ってどれくらいのパーセンテージなの？いう。俺が知ってる限りだと、普通の件数、普通の日本の人口の犯罪の発生率よりも、生活保護の不正受給の件数って少ないっていうふうに俺はデータで見てるんだけど。うん。全員に配る必要ないんだったら生活保護でいいじゃん。困ってる人に与える、生活を守るっていうのが生活保護制度だよ。ベーシックインカムっていうのは全員に配るのが前提だから。そんなデータに何の根拠があるの？データに何の根拠がある？一応総務省と厚生省のデータだけど、これで何の意味があるのかわからない人は、議論に参加しなくて結構です。はい、一応僕厚生省と総務省のデータで話してるんだけど、何の根拠があるの？国に聞いてください。うん、市役所の人じゃない、元ケースワーカーの人と話し合って番組ずっとやってる。
ゆうさんね、要は1000人に1人犯罪者がいるからこの制度やめようっていうのはおかしくない？2000人に1人、1000人に1人悪いことやってるやつがいるからこの制度が悪いんだって言ってるように聞こえんの、ゆうさん。俺はそうじゃなくて、そういう人は刑務所にぶち込むべきだって考えの。生活保護を不正受給してる人は刑務所にぶち込むべき。だけど生活保護っていうのは、その障害者であったりとか生活を困窮してるお年寄りとかを守るための制度の、生まれてからずっと税金を払ってるわけだから、彼らは国が保障するのは俺はいい権利だと思ってるのよ、うん、俺はいい国だと思うけど、なんで1000人に1人悪いやつがいるからこの制度自体に問題があるっていうふうに考えるのかが分かんない。うん、で、なんか生活保護って誤解があるけれども、全ての国民が受け取る権利があるんだよ。だからその障害者手帳を持ってる人にしか受け取れないっていうふうに考えてるのがまず違う。そう印象操作なんだよ。金魚鉢の言う通り、不正受給の人は刑務所に行ってますよ。だからメディアがこういう部分を報道しないで、結局ここの一部、ここが悪いみたいに報道してるから、あやさんみたいな人が出てきちゃうんだって。こっちの部分って報道されないじゃん。そう、交通違反する人がいるから全員から運転免許取り上げて、この国から車で走る人は犯罪者にしようみたいな話をあやさんがしてんのよ。それって感情論じゃん。俺が話したいのは仕組みの問題、システムの問題だよ。俺が不正受給したっていう証拠を出して、あやさん。俺不正受給なんかしてないよ。勝手になんか、あなたの思い込みで勝手に事実とは違うことを言わないでください。年金がそれでも大事なんだ。おはようヒトラー。それでも年金って大事なんだ。俺はこれはもうダメな仕組みだと思ってて、これがどんどん膨らんでいくわけですよ。で、税金が上がっていって、庶民で、所得税ってそのお金持ってる人でも低所得者でも同じ割合払わないといけないんだよ。で、っていうことは低所得者の方が負担率の割合、パーセンテージは高いわけですよ。つまりお金持ってない人ほど苦労する社会が素晴らしいってことだよ、ゆさんが言ってるのって。貧乏人がどんどん貧乏になっていて困窮していく社会は素晴らしい、大事だって言ってるのと一緒だよ。あ、所得税じゃないよ。ごめん。消費税だ。申し訳ない。所得税は累進課税だ。ごめん。消費税って言おうとした。申し訳ない。
うちは国からお給料いただいてるから。国からお給料って何？国から給料が出るのは公務員だけだよ。あ、公務員の方なの？うん。あー、なるほどなるほど。なるほど。まあ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 、考え方はいろいろあっていいと思うけど。あ、なるほど。要は自分が年金もらえる立場だから、それを当てにしてるからってことか。あ、まあまあ、払っね、年金、公務員ね。あ、なるほどね。まあそうなるか。誰が言ってるのって何を？誰が言ってるのっていうのは何を？はい、亀尾さんはどつ？生活保護や障害年金の一番の問題は不正の判別が難しいことなの、以前から。あ、それはリプでやって、上弱さん。リプ飛ばして、あの、俺に言ってるのかどうなのか分かんないから。あの、リプ推奨です。そうね、生活保護の問題、いや生活保護の問題じゃなくて年金問題だね、俺にとっては。年金の問題だね。え、別にうつ病とか発達障害の人で援助を受けていいんじゃないの？ダメなの？もう全然受けていいと思うし、先進国で普通にうつ病とか発達障害の人、国から助成金とかもらってるの普通だと思うけど。詐病なんて書いてないじゃん。え、リプ表示されなかったよ。こっちではリプ表示されなかったね。バグが出てんのかな。あ、そう、リプになってなかった、ごめん上弱さん。こっち側リプ表示されてないわ。あれ何なんだろう。
お年寄りね、全員がね、金持ってるわけではないと思うんだけど、お金を一番持ってるのはお年寄りなんですよ。それは事実のね、例で。日本にある700兆円の現金のうち 69% が、お年寄りが持ってるんですよ。一部のって書くか。なんて表記すればいいんだろう。年金制度は持続可能っていう問題じゃなくて、11兆円税金使われてるけどみんなどう思うのかっていう話。そう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 、今ね総務省と財務省のページ見て、この辺かな、社会保障費のうちの年金、この辺を調べてましたね。この辺これ PDF って小さくすることできるのかな。生活保護に一元化する、この2つを一元化してニューベーシックインカムを作るっていうのはありだと思うけどね。あ、要は今まで払ってた分がもったいないからってことでしょ。ガムありがとう。今まで払ってた分がもったいないからってことか。あ、年金制度に早く見切りつけた方が、俺も同意見かな。消費税、消費税増税分、あ、それはね本当だよ、嘘じゃないよ。消費税増税分っていうか、消費税は社会保障費に当ててるのは本当だ、書いてあった、当ててますよ実際、嘘じゃないです。だから年金、なんかゆさんさ、今いくつ、おいくつかわかんないからあれなんだけど、ゆさん、これからも払い続けるわけじゃん。払ってる分もなくなるんだよ。ゆさんが払う部分もこれなくなるんだよ。
29歳だったら9年間か、まあ何年間払ったか知らないけど、もらえる分を貯金すればいいじゃん。で、今から払う部分もなくなるんだよ。それ計算に入ってる？例えばゆさんが働いてる部分のいくらかわかんないけども、まあじゃあ1万円まあ1万円年金払ってる、1万5000円ぐらいにしとく。1万5000円ぐらい払ってる部分を12ヶ月かける29歳だから定年までいくつ定年までいくつ、65歳だから35年間、35年間は630万円を老後に使えばいいんじゃないの。で、この630万円がなくなったり病気になったりしたら生活保護もらえるっていうのが俺の案だよ。でもそれでも何にも変わらないんだよ。会社から天引きなんじゃなくて、いやずっとその話をしてんのよ。で、いやだからゆさんマジで言ってんのっていう話よ。まあ、いくら払ってるのかは分かんないから、損をする人と得をする人っていうのは金銭的には絶対出てきちゃうのね、この年金では。ただおそらくなんだけど、一般的な公務員だったらまあ損はしないはずなんだけど。そう、一元化の話は最初からしてるから、まあ、だから理解で、まあ分かりやすく説明できなかったら俺が悪いんだ。そう、だから例えばその年金とは別に貯蓄をするとするじゃん、お給料の中から。まあ1万5000円プラス自分のお金1万円だとしたら、それが1000万2000万貯まるわけだから、社会保障が解約されたから実質増税分。あー、なるほどなるほど。佐野が悪いね。国家社会主義、日本労働者党の党首になってほしい。いや俺は政治家向いてないと思うけど、そうすると国の、要は政府の借金も減り、労働環境も良くなりってならないかな。年金10万円以上払ってるんだったら、10万円かける12でしょ、12ヶ月かける35年、65歳だから36年払い続けるわけだから、4320万円分ぐらい貯金できるわけですよ。で、この11兆円の赤字がなくなるって話、わかる。だから要はこれがもらえなくなる代わりに、年金がもらえなくなる代わりに10万円、これから払う4320万が自分のものになるっていう。で、まあ20歳から働いてるとしたら、10万かける、45年は45年かける12ヶ月だから、トータル積み立てた金額だけで言ったら5400万円なの。まあまあどうなんだろうねっていう話ですよ。手取り自体すごい多いだろうね。で、そのゆさんが払ってる消費税とかの使い道がこの足りない部分に今現在配られてるのよ。簡単に言うと、ゆさんは今受け取ってないわけですよ。ただ税金は上がり続けてるわけじゃん。タバコの税、消費税であったりとか、まあ、税金って言われる部分の税金の90兆円ぐらいかな、今予算。だから9分の1ぐらいはお年寄りたちに払ってる状態の。お年寄りたちが積み立てられなかった部分を補填してるの。それは国保。
それはっていうのは、消費税とかってこと？これどういうことかっていうと、じゃあ税金の歳入の、だって支出の中に厚生年金が入って、ちょっと待ってデータ見ようか。支出ね、これは。支出の中に、厚生年金入ってるよ。厚生年金入ってるよ。で、これ、財源として90兆円の収入の中に厚生年金入ってるの？リプがわかんねえな。ごめんごめん。そういうことで、ね、リスナーさん同士のやりとりね、うん。そう。それは国民年金だね。8万7千円。だから8万7千円もらってる人はこれをやめて、生活保護費、13万円もらえますっていう風に切り替えるの。慎吾さん、俺の考えてる政策だと。だから貧乏人はもらえる金額が増えて、お金持ちは支払いがなくなって自分で貯金するっていう仕組みで、もし万が一、お金、要は生活できなくなったら生活保護で保証しますよっていう考え方、それが和道ベーシックインカムだね。和道ベーシックインカム賛成、うん、ありがとうございます。これはそうすると国が豊かになるんじゃないかなっていう考え方。まあ他は別に問題なさそうだよね。まあ医療費、生活保護の医療費はちょっと負担が、まあそれでもね2兆円ぐらいだからね。ベーシックインカムはだから反対派。簡単に言うと、日本にはベーシックインカムありますよっていうのが俺の考え方。これだ、生活保護っていう名前を変える。年金をなくして生活保護っていう名前を変える。でニューベーシックイン、まあベーシックインカムってやって、簡単に言うと生活保護のバージョンアップ、強制的に振り込むってこと。俺は貧乏になったら国が強制的に振り込むの。それが和道ベーシックインカム。いや、申告制なくす。そしたら本当に困ってる人だけにお金が行くでしょ。ただまあ今年金を相当もらってる人たちから猛反発が来るから難しいだろうな。ありがとうございます。どうやって金の流れを把握するのかっていうと、マイナンバー、税金もマイナンバーと銀行口座を紐付けさせることを義務、要はね脱税ができなくなるようにする。お金持ちがいいでしょ。つまり税金の申告制もやめて強制的に、お金持ちから引き落とす。
現状の生活保護制度は3割どういうことどういうこと、うん、今はまあ若者がお金をお年寄りに取られてるっていう、でもっと働け低賃金で残業、若い頃は俺らもっと働いてたみたいな、うん、で子供もっと産め苦しめっていう、どういうことみたいな。マイナンバー活用されてないね。金持ちから相当攻撃されるよね。そうだね、現状日本から金がどんどん流出してるのが現状、今がそれが Now、 タックスヘイブンにお金流れてるから。だってこれやったら税金減るんだぜ。いいじゃん、増税しないんだから。ただお金の移動だけをするんだよ俺は。鎖国は無理だよ。面白いなあ。あれリプ出るな、ゆうさん。あれなんだ、リプ出たり出なかったりするね。ゆうさんのはリプ出たな、増弱さんのは出なかったね。何なんだろう。生活保護基準を下回る経済状態のうち現実に生活保護を利用している世帯。あーなるほど、強制的に振り込むとこの負担が爆発的に上がるってこと。ヤピピさんごめんね、俺ねバカだから。ヤピピさんみたいな人いるとありがたいんだよ。そういう風にどんどん補填していってもらいたい。俺中卒でさ、知識なくて一生懸命こうやって調べてるのね。なるほどなるほど。要はワーキングプアの人たちが生活保護を受けたらこの負担額が大きくなる。ああ、ありがとうありがとう。俺はねそれあると思うの。ただこっち側にお金使って言ってるよりはいいんじゃないっていう。さすがに11兆円になるとは思ってないので。確かに、ワーキングプアの人たちがここ受け取るのは今日本の人口ですごく多いとは思ってるんだけど、全額ではないじゃん。ヤピピさん、例えば今一人頭13万円ぐらいが払われてるんだけれども、10万円払ってる人には3万円の補填でいいわけじゃん。だからここね3兆円ぐらいになると思ってんの俺は。それでもここよりマシっていう考え方。ヤピピさんどう思う。約3兆円ぐらいになりそうじゃない。そうなるとそのまま年金制度が税金に変わるだけじゃない。だから年金制度を廃止するってことね。税金を投入しないといけない状態をなくそうっていうこと俺が言ってんのは。あ、上弱さんもリプとね、リプ表示されたり表示されなかったりおかしいね。だから俺は年金が年金で賄えてるんだったら問題ないっていう判断をしたの。年金を税金投入してる時点で破綻してないっていう。しかも生活保護のこんだけの、生活保護が 1.4 兆円で済んでるのに11兆円もかかってるのは変じゃないっていうこと。
からさ、簡単に言うとさ、11兆円足りない部分が出たら、年金受給者の中からバランスを変えてプラマイゼロにして、多いところから少ない人に割合をずらしますよっていう政策だったら、俺別に年金にメス入れないんだよ。そうじゃなくて、年金をこう昔は積み立てでやってたのに、今そのなんていうのかな、年金を積み立ててる分でどうにかする、年金多くもらってる人ごめんなさいって、11兆円足りないんでずらしますねっていうんだったら分かるんだけど、税金を投入してるってことはさ、どうなんだろうっていう考え方かな。まあ年金改革が進まないのは政治の投票の問題だね。俺もそれは分かる。これはね、曲がりなりにもさね、国のトップが考えることじゃなくて国民が考えることだと思ってるかな。これをでもマスコミが言わないと一般の主婦の人とかがわからないわけじゃん。生活保護問題でちょっと枠取り直してもいいですか？生活保護問題で枠取り直してもいい？うん。いい？ちょっと一回まとめよう。じゃあ皆さんお疲れ様です。枠取り直します。お疲れー。